皆さんこんにちは、太郎です。本日は2月13日月曜日です。ちょっとですね、このオープニングの撮影の順序がちょっと逆になっているのと、今日ちょっと先ほどあぜ抜きの取り付けもしましたので、ちょっとねバタバタしておりまして、ちょっとこのような順序になっておりましたが、まあ、見ての通りですね、種もみをね手指消毒するためにこのネットに詰めました。でここにね380キロ分種もみがあるんですけれども、1つ10キログラムです。でですね、まあ普通の30キロ体の袋から、紙袋からこちらに移し替えるんですけれども、まあでも内容量は20キロですね、もみなので、まあ、そんな感じで移し替える作業を行いましたので、そちらをですね本日は見ていただきたいなと思います。それではどうぞ。はい、それではやっていきます。種もみは1袋20キロ入ってます。そしてこの網に1つ10キロずつ種もみを入れていきます。でその10キロにする方法なんですけど、この袋、種もみの袋を1つから、まあ一焼き袋ですね、一焼き袋に10キロ大体10キロにして、でもともと20キロ入りなので、こっちも10キロ残ってるので、それを、はい、補助者に持ってもらってこう入れていくと、そういった流れになります。まあね、それぞれ皆さんいろんな方法でやってらっしゃると思うんですけれども、何か他にもいい方法がありましたらまた教えてくださいね。まあ、私の家でも試行錯誤しながら、ね、何が一番やりやすいかなと思って、今年はねこの形にたどり着きました。去年まではねはかりを使ってやってたんですけれども、はかりに10キロばかりの上にバケツを置いてゼロセットして、そこに10キロ移すと、そのバケツからこのネットに移すような作業をしてました。はい、次に袋を開けて、ほい、はい、で残り10キロも入れるという感じになります。今コシヒカリやってるんですけど、今年は390キロ分なので、このネットで39個仕立てていきます。まあ、これでだいたいサイガモミにして1箱に 250g から 300g ほど、まあ、ちょっとね目の出方によってハッシュ量も正確にはいきませんので、まあ、そんな感じでハッシュしていきます。だいたい1500枚ぐらいでしょうか。そのぐらいになるかなと思っております。あ、これまでいい。で、よいしょ、1袋終わりましたので、また新品の袋を開けて、で新品の袋を10キロにしていきます。ひたすらこれですね、よいしょ、8、9、10と、はい、できた。
これで10キロ、10キロができたので、これをまた、はい、10キロネット1つできて、でこっちも10キロあるのでまた10キロになるというような感じですね。まあ20キロといってもまあずっとやってると思うので、このね今これ私ビールケースに乗ってからこう入れてるんですけど、移す時ですねこれに。結構このビールケースは味噌かなと、まあ踏み台ですね。何か登るものがあると抱える力が少なくて済むので楽ですね。全部出し切ってませんでしたが、はい、こんな感じです。ちょっとね今日天気曇ってるんですけど、ちょっと袋がふやふやしてますね。種もみを出して、はい、新品出してまた繰り返しですね。ちなみにこのやり方は今までうちがやってきた中では一応一番早いです。今も一応ですね、毎年ちょこっとずつ改良してるんですけど、今年のこれは早いですね。いい感じです。はい、また10キロ10キロに分けて移し替えるということです。まあもしかするともっと早いのはね、このタンク、これ上あのフレコンとか袋出しするためのね予備タンクというか、そのタンクがあるんですけど、もみすり終わってベーセンかかって、でベーセンの後に昇降機に乗ってこのタンクに入りますが、上の、まあ、この計量機の設定を、設定重量を10キロで変えて、もう昇降機で全部上に最初上げてしまえば、まああとはねいつもの、まあ、30キロ袋の精米のようにこれでね10キロずつガチャンガチャンって、まあ、そういうこともできるので、それがまあ最速っちゃ最速かもしれませんね。ひたすら昇降機に入れていくだけでいいですからね。昇降機に入れて10キロにセットしてガチャンガチャン、うん、かな。まあでもまあまあ今年はこれでやろうと思います。まあ、これでもだいぶ早いですね今までとすると。ちょっとねよその家がどうされてるかはあまりわからないので、なかなかね種もみから仕立ててらっしゃる方も多くはないので、あんまりねそういう話になることもあんまりないんですよね。皆さん苗は買われる方が多いですね。こんな感じで作業を進めてまいります。
はい、ということでいかがだったでしょうか。まあですね、本日私はこのね、こちらに引っ掛けて、まあ、手作業でしましたが、もしね、まだね、私の家の規模のだったらね、これでできるんですけれども、さらにもう大規模な方はもう本当ね、昇降機からタンクに上げてしまって、このね、設定重量、こちらをね、まあ任意の皆さん手指消毒はされるでしょうから、まあ設定を任意のね、設定重量にして、もうこれでね、ガチャ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 しながらやった方がスピードはね、かなり速いんじゃないかなと思いました。できますもんね、陸上はね、うん、はかりにネットを引っ掛けるだけでいいので、まあまあできることかなと思っております。これにね、ネット引っ掛ければ、ここはね、はかりと連動してますので、ここにつけても重量はね、ちゃんとはかりに出ます。一応 見ましょうかね。多分ね、このような、皆さん、あの家で袋、あの玄米詰められる方はこのような、ほら、このようにですね、はい、押さえてます。
押さえて、はいと、はい、こんな感じですね。できるので設定をね、10キロぐらい、まあ任意のね、そのそれぞれの種もみの量あると思いますが、任意の量設定して、まあ、バーって出せば早いのかなと。それだったらですね、まあ、私手作業でしましたけれども、もう火じゃないスピードでできるかなと思います。でまあ今日ね、補助として祖父に手伝ってもらいましたが、まあ、そういった補助もね、まあ、それだったらもういらないですよね。そういった方法もあるので、まあ一つの機会かなと思ったところでした。まあまあそこまでしなくていいかなと思ったので、私の場合はしませんでしたけれども、まあ、このような感じです。これをですね、今度はまた付け置きして、今日この後付け置きします。この前のね、ちょっと実験用で付けたやつと一緒ですね。テクリードし、これで10日間、あ、これ1日ですけど、その後10日間ね、水を替えながら、1日1回水替えながらですね、管理していってハッシュということになります。まあ、そのハッシュに向けて、まあ、この種もみ、まあ、まず仕分けられてよかったなというのと、あとはね、苗床をしっかり作って、まあ、日程に余裕を持ってですね、ハッシュの日を迎えたいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよ、振り分けお疲れ様と思ってくださる方は、コメント、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。